続けることのできる絶対に休まない子っていうのはやっぱりうまいよね。だから続けることをさせるためには好きにさせなきゃいけないんで、遊び心を持っていろんなことをするっていうのは僕楽しいことやと思う、うん、だから日本語ってこう遊び人とかいうことを言葉があったら遊びって悪い方に考えやすい言葉なんだけど、うん、真剣に遊ぶのが大事なんやっていうのがいつもあったかな。だからほら体操遊びやとか、うん、思い切って遊べとか、うん、本気で遊べとかいう言葉をよく言ったかな。確かに言ってた。お父さんはこうやって熱くなるのすごい分かるじゃん。こうやって先生だしこうずっと教えてて、小さい時お母さんも一時期こう熱くなってて車に乗ったらさ練習の話されることよくなかった。だから途中でお母さんのとこ乗らなくなった、うん、ボイコット事件そう、リーはよくお母さんの方に乗るとまた練習してない、なんで今日こうやって怒られてたのとかってよく言われてて、3人がねお母さんの車練習終わって帰る車に乗るのをボイコットした事件僕はでも体育館出たらもう、うん、体操の話は一切しないから、あったから、うん、だからお母さんは批評家になってた。でもどうやって話し合いした、もう体操の話を、それボイコットしたって言うから、それもう絶対に言っちゃいけないっていうのは言った。で和歌山オレンジクラブの体操の父兄にもそれは言う、帰る時にね、あんた今日ダメやったやんとかね、あんた何々君に負けてるやんとかね言われたらね、今日僕らが教えたことが全部ゼロになる。あでさあ帰ってご飯食べようって、食欲湧いてるところも干し上げてしまうし、今までやってて今日これができてよかった、ちょっと褒められたっていうのも消えてしまうし、僕らが教えたことがゼロになってしまうぐらいショックなことなんで言わないでくださいって言ってる。確かに、だから途中からその話はもう全くなくなったもん。だからそのボイコットあった時は話失礼な3兄弟だよねなんで乗らなくなった、すごいよね。